はい、どうも、世界の尺八パフォーマー白鳥です。今日も楽しく尺八吹いていきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、ということで、6段100回吹きチャレンジですね。今回が第48回目のチャレンジになります。まあ、ちょっとね、愛花の方の撮影に力を入れてしまって、6段がおざなりになってしまっていたので、ここいらでしっかりまた6段の方に戻ってみたいと思います。愛花の撮影は先ほど終えたので、まあこれからね、6段に集中してしっかりやっていこうと思います。はい、話変わるんですけれど、と僕これから歯医者に行くんですね。で、まあ、検診みたいなものなので、まあどうなるかわかんないんですけれど、ちょっと若干ね、歯に黒ずみみたいなのがあるので、ちょっと怖いなっていうのは、はい、感じています。まあ、虫歯だったりするとまた治療に通わなきゃいけないので、ちょっとね、時間もお金も取られてしまうので、そうならないように歯磨きには結構こだわってやってるんですけどね。歯磨き粉3種類使って、歯間ブラシに糸ようじまで使ってるので、もう1セットやると、まあ10分は絶対かかるっていうような感じになってます。まあやっぱりね、時間かければその分磨き残しは多少少なくなるっていうふうに思ってるんですけど、まあ、同じような磨き方してるんで、まあ心配は心配なんですけど、まあ、その分ね、糸ようじとかで、ね、歯の間とかはかなり念入りに磨けているので、まあ、虫歯がないことを祈っております。はい、何はともあれ、では48回目のチャレンジですね、行ってみたいと思います。前回はつれっていうところですね、優しく吹くっていうことをに意識していたので、今回はちょっと全体的なんですけれど、特に前半部分ですね、音の切れ目っていうんですかね、切り方っていうのを、丁寧に演奏するようにちょっと心がけていこうかなと思います。それでは48回目のチャレンジ行ってみます。
48回目のチャレンジでした。まあいろいろね丁寧にやるって言ってもやっぱ癖で結構こう強く吹いてしまうっていう癖が自分の中にあるので、まあ次回以降もここら辺はですね、あの音の切り際っていうのをちょっともう少し、明確な、なんですかね、テーマにして演奏していこうと思います。はい、このチャンネルではですね、このような形で古典の曲を深掘りしていったり、まあ、1曲を、まあ、しっかり、解説しながら演奏したり、またいろいろな曲をどんどん演奏していこうと思っていますので、いいなって思ってくれた方はね、ぜひ高評価お願いいたします。演奏自体のね、出来でいいなって思ってくれた方、まだまだだなって思ってくれた方、まあまとめて高評価の方でお願いいたします。はい、まあ反応あるととても嬉しいのでよろしくお願いいたします。そして尺八大好き、和楽器大好きっていう方いましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやってます。概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。